もしや明智。今の自分は一階の層天界でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構な大きさでした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。何やら火薬の匂いが。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。Hmm.
火の元、背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。
貴殿との再会が戦場とは嬉しいものよ。いつやの恩返させてもらうぞ。貴殿のせい、それがしに任せよ。
方は劣勢。ここで流れを変えねばならん。わしと戦つ殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。案ずるな。それしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。貴殿は何としても闘騎士郎を止めよ。頼んだぞ。死に急ぐでないぞ。 連れ立っておっては敵に囲まれる。二手に分かれよ。わしは残って敵の足並みを見休む日。
ほう。気が濃くなってきよったの。幸吉郎を止めればこの国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。
来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。どっ官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやだが、死ぬ奴には何もやらん。Yeah!